2ヶ月後、3ヶ月後に、こう、ふわふわにする、摘心ね。はい。やってみましょう。はい、こんにちは。今日はですね、ペチュニアを植えてから3週間経ちました。3週間経ったので、その成長の様子と2回目の摘心っていうのをね、やろうと思っているので、少しでもね、参考になるかなと思ってやっていこうと思います。これ、綺麗。お花のコーナーでね、紹介しましょうか。綺麗すぎるんでね。去年買ったやつが冬越しして満開。なんか予想以上に。ということでやっていきましょう。どうぞ。はい、こちらがですね、3週間前ですね、3月の14日に摘心をして、そのまますぐに植え付けたもの。脇芽がたくさん出て、ずいぶん育ってきました。それでその時に摘心したものっていうのが、これ刺し芽にしてありますんでね。刺し芽、そろそろ根っこが出てるかなって思います。この辺はね、今度また改めてどうなってるのかなーなんていう感じで鉢上げの動画撮ろうかなって思います。成功してると思うんですけどね。はい、まあ改めてこれはやります。はい、じゃあまず見ていただきましょうかね。ずいぶんもりもりしてきましたね。はい、こんな感じで少しでも分かりやすく成長の様子とか摘心の様子っていうのをね、やってって、どん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 こんな風に成長していくんだよっていうのをね、お伝えできればいいなと思って。はい。どうしよう。とりあえずね、これ、先端の方をね、また軽く摘心の方をしてみて、はい、やっていきましょう。はい、こちらはちなみにね、6日前に摘心をしたものですね。はい、これはちょっと桃色ハートの摘心をしてから、また、こっちはこっちでね、その次にやっていきたいと思います。またお見せします。この後ね。はい、じゃあまず摘心をする前に、こちらを見ていただきましょう。はい、可愛い絵を描いたんですけども、はい、前にも説明したんですけども、植物っていうのは成長しようとして伸びますよね。その成長してきたところをカットしちゃう。カットしちゃうと、植物が慌てて脇芽を出します。こうやって。一つ、二つとかね、三つとか脇芽を出すので、そうすることによって枝数を増やしていく。で、前回一度、摘心しました。なので、脇芽が出て、ボリュームアップしました。そこで今日が2回目の摘心ということで、また伸びてきた枝をカット。伸びた枝をカット。っていうことで、さらに倍々に脇芽を出させていって、こんもりと綺麗に咲かせようっていう作戦ですね。それが摘心、またはまあピンチとも呼ぶんですけど、はい、その作業の2回目。なんか先生みたいだね。完全になんか園芸の先生みたいになっちゃって嫌なんだけど、嫌ならやらなきゃいいじゃんっていう話だよね。まあいいか、やりましょう。はい、じゃあやっていきます。実際に切っていきますね。以前に摘心をしたのでね、脇芽が出てモリモリになってきた。すごいボリュームですけども、もう一度カットしちゃう。二度目の摘心、まだねそこまで伸びてないので、先端だけチョキって、これもうね先端だけをカットしてあげる。そうすると植物が慌ててまたさらに脇芽を出すというね、その植物の成長の原理を利用した作戦。はい、前回の植え付けから3週間でちょこっと伸びてきたところをカット。わかる？わからなかったらごめんなさい。わかるようにはしてるんだけど、ちょっとわかるかな。こんな感じ。伸びてきたところがあるから、その先端のところを、はい、カット。っていう作業を、すべてのね、この成長点を切っていくっていうイメージ。もうね、あんまり伸びてないところは本当先端だけ切ってあげる。わかるといいけど、こっちもね、素人なんで、はい、頑張るよ。はい。どうしよう。早送りを逆にしないパターンでやってみようかな。喋りながら。見えないところもあると思うけど、イメージが伝わればね、いいかなと思って。はい。植物がね、慌てますよ、これで。成長しようとして伸びてきたのに、先端切られちゃうと、慌てる。慌てるから、脇芽をたくさん出す。
それの繰り返しですね。これが2回目の摘心なので、3回ぐらいやってあげるとね、かなりボリュームのある株になる。株になる。ちょっとこれ邪魔なので、撮ります。ライブ配信みたいになっちゃうね。先端をカットしてあげると。全部の先端をカット。どう？多分分かりやすい気がするけど、どうかな？それがいつも心配。やっぱり、慣れてない？慣れてない、慣れてないよね。やっぱり人前で喋るとかね。はい。よく喋るよね。どうかな？見えてくれてるかな？そう。だから、このね、桃色ハートっていうこれは品種なんですけども、意外と一番人気なのかな？多分すごく人気がある品種なんで、どこのホームセンターとか園芸店さんとか行ってもね、意外と買いやすいんじゃないかな。で、寒い地域だとまだ売ってないかもしれないけど、比較的買うことは簡単じゃないかなと思いますね。はい。大人気品種の桃色ハート。さあ、まあ、こんな感じなんですよね。はい。一つ言っておかなきゃいけないんですけども、土はね、ちゃんとしたものを使わないと、うまくこれが成長しないんですね。なので、土だけはね、いいものを、できれば、14リットル、まあ、300円、400円、500円。500円もしてれば、随分いい土かな。25リットルで言うと、1000円ぐらいか。800円とか1000円とか。ぐらいの土でしたら、すごく育つと思います。それで、まあ、安い土でもね、去年育てたんですけども、全然いけます。ただその安い土そのまま使っちゃうと、とっても成長が遅いので、赤玉土を3割ぐらいでやってますね。3割ぐらい入れて、マガンプ K を適量入れてあげる。そういうやり方をすれば、安い土でもね、結構普通に育ってくれますね。はい。まあまあ、余裕があれば高い土使った方が育つのは育つんですけど、安い土でも、育たないことない。全然育たないことない。はい。あとで去年植えたやつあるんで、このぐらい育ってるよっていうのもじゃあお見せしますね。はい。安い土でも育つっていうのも。いろんな情報を盛り込みましょう。はい。どこで切らなきゃいけないとか、基本的にはないんですね。ただ、2回目の摘心なんで、せっかく二股に分かれたのに、その根元で切っちゃったら、その二股が台無しになっちゃうから、それだけは気をつけるっていうやり方。はい。そんな摘心をしてあげれば、まあ、どこで切ってもいいかな。チョキチョキ、チョキチョキ。さあ、見てみましょう。だいぶいい感じに。はい。見た目的には、あまり変わらないんですけど、だいぶ、もう成長点は全部カットしてあげた。あ、少し残ってるな。こういうところはね、先端積んであげた方がいいですね。こう、これも切ってないかな。はい。そうしないと、ここだけ切られてないから、先に成長しちゃって、ビヨーンって伸びてきちゃうんですよ。ここだけビヨーンって先に成長しちゃう。だから、この成長点は全部、欠かさず残さず切ってあげるみたいなやり方をしてあげると、より良いかなと思います。まあね、細かいことですけどね。まあ、正直どっちでも、どっちでもいいんですけどね。はい。豆な人は、正確に、ちゃんとやってあげれば、その方がいいかなとは思います。はい。今カットしたのがこれぐらいですね。20ぐらいカットしたかもしれないですね。はい。もうちょっと伸びてからカットしてもいいけど、まあ、早め早めにっていうことでやってみました。さあ、続いてですけど、さっきお話しした安い土で育つのか育たないか問題、ちょっと行ってみましょう。それはそれで結構面白い。はい、こちらになりますね。これはね、25リットル、400円もしないような培養土。それに赤玉土とマガンプ K を混ぜたもので育てました。隣のおばさんが、見切り品の苗を買ってきて、まあ僕が植え付けたっていう感じなんですけども、ちょっとお花減っちゃいましたね。第一次ピークが終わっちゃったのかな。はい。前の方がちゃんと育ってて綺麗だったな。また、綺麗になると思うんで、紹介しましょう。ちょっと花つき悪いな。でもね、それでも全然綺麗に育って、冬も越して、こんな感じ。今こんな感じ。植え付けたのが去年の5月の終わりぐらいだったんで、今から2ヶ月じゃない。今から10ヶ月ぐらい前に植えたやつですね。はい。無事、冬越して今こんな感じ。なので、安い土でもね、まあまあ育つと。ちょっと今、ちょっと状態がね、
全然良くない感じなんですけど、はい、育ちます。今度実験しますんでね、僕もなんか何月かな、6月ぐらいになんかその成長の様子、6月7月にお見せできればいいななんて思ってます。いろんな土を使って成長の様子確かめてみようと思ってます。はい、こちらがサフィニアパープルミニですね。15鉢に1株を植えたもの。6日前に摘心したのかな、6日前に摘心したけど脇芽出てきましたね、ちょこちょこちょこと。ちょっと見てみましょう。6日前に摘心した割にもうね、伸びてるところは伸びてる、こうやって。はい、摘心しなくてもね、これ分枝しやすいのかな、脇芽も出てますね、勝手にね。まあ一応ね、摘心した方が脇芽促すことになるのでカットはしてみますか、一部ね。これ新芽が見えないか、出たばっかりのところはカットしないけど、一部伸びてる場所だけ仮摘心みたいな感じでやってみましょう。以前にカットした場所がここ、ここから二股で出てきましたね、こっちとこっちに。なのでその先端をカットしましょう。はい、そもそもね、6日前にやってるのかね。はい、6日前に摘心やってるからまだ伸びてないんですよね。だから、多分ね、前回切り忘れたところが伸びてるんじゃないかなっていうイメージかな。はい、どうだろう、まあ仮摘心なんて言葉はないかもしれないですけど、軽く整える程度に成長点をカットしてあげる、伸びたところだけカットしてあげる、伸びてないところを無理にカットする必要はないから。はい、このね、摘心の意味がもう一つあって、これカットしないとここにお花を咲かせるんですね。お花を咲かせちゃう、そうするとお花を咲かせることってものすごいエネルギー使うんですね、株にとって。なのでこの先端をカットするとお花を咲かせる暇もないですよね。そうすると株自体に栄養がいくので、こっち優先でどんどん育ってくれる。早くお花を咲かせたいっていう気持ちはあるんですけども、ここは一つ我慢して1回2回摘心をすることによってすごくボリュームが出ますので、やりたい人はやってみる。近所の人でさ、ずいぶんふわふわに上手に育ててるなって方はもしいたら、こういうことをしてるかなっていう感じ。はい、どう？はい、このぐらいかな。10箇所ぐらいなんだかんだカットしたかな。うん、伸びてるとこだけ切るみたいなことでもいいと思います。2週間経ったからカットとか3週間経ったからカットじゃなくて、伸びてるとこがあったらなんかね、気づいた時とか気の向いた時に早めにカットしてあげる、ボリュームよくするためにはね。はい、摘心が全てだとは言いませんけど、やった方がボリュームよく綺麗にこんもりと咲かせやすいかなっていうお話。はい、そんな感じ。さあ、ちょっとね、ついでにお話ししておきたいことがあるんでね、ちょっと詳しくね。こちらは98円で買った苗、白いペチュニアですね。去年育ててみて、白のペチュニアってとってもね、こんもりと咲きやすいようなイメージがあったから、今年も白いやつを一つ買ってみました。それでやっぱりね、サントリーさんとか PW さんとかのペチュニア、品種改良されてて300円とかね、400円とかすると思うんですよ。で、高いなーって思いますよね、やっぱりね。でもね、枝分かれの仕方とかね、このこんもり咲く感じっていうのはね、やっぱりどうしても98円の苗と品種改良された苗だと変わってきちゃう。はい、そのための品種改良なんでね、はい、よりよく花をつかせて、丈夫にするための品種改良だから、やっぱり高い苗っていうのは高いなりの理由がある。安い苗は手頃に買えて手頃に育てられるから、それはそれで良さがあると。はい、なのでその辺はお好みかな。でも一応ね、98円の苗も摘心してみてこんもり仕上げるために一応頑張ってます、比較のために。そんな感じ。それとね、成長スピードっていうのがね、変わってきますね。どうしても違っちゃいます。カットした後の新芽の動くスピード、新芽の成長スピードっていうのがね、やっぱりね、どうしても違っちゃいますよね。まあそれは当然っていう感じなんですけどね。まあそれだけ頭には入れといて、どっちを選ぶかはあなた次第みたいな感じでね、お好みを選んでもらうといいと思います。これはこれで
とってもね良さがありますから、また成長させてお見せします。はい、そんな感じでね、去年こうやって何度も今みたいな摘心を繰り返してこんもりさせたのがこんな感じになってると。はい、まあ暖かい地域なのでうまく冬越しはしてくれたんですけど、基本的にはペチュニアとかね、カリブラコアっていうのは一年草扱い、冬は越せないよっていう扱いになってるからね、暖かい地域だったり室内に取り込んであげて、もう手間暇かけてやれば冬越しもできなくないけど、それはそれで大変なんでね。はい、どう、こんな感じどう映ってるんだろう、すごくない、多分見えないけど向こう側だから、後で動画確認してみるけどふざけてるよねいつもね。はい、ふざけてるで思い出したけど、あ、まあ一旦これで終わり。はい、あとはもう雑談かな、雑談やってお庭ちょこっと見せてにゃんこのコーナーみたいな流れになるので、はい、もう切り戻しに関してはねもういいよって方は見なくてもいいかなって思います。はい、ということで一旦それでは、ありがとう、いつもありがとう、本当にありがとう、もうありがとうの塊、お返事できなくてごめんね、コメント全部見てるからっていつも言ってるけど、だからって遠慮しないで書き込みください。別に大丈夫だからっていうのはおかしい、感謝の塊だから。はい、最近ねほらふざけるのやめてる感じ、編集とかもなんだろう、見る方っていうのがね多分いろいろ増えてきて、真面目に見たい方とちょっとおちゃらけで見たい方、いろんなパターンの方がいて、どうしようかななんてね迷走中ではあるんですよね。え瞑想するなよ、真面目かよっていう話だよね、真面目かーいっていう感じでね。だからまあ春ってねいろんな人が見るから、極力まあ真面目だよ、いつももともと真面目なんだけど、そうだな、ふざけがちな感じは極力減らして情報に特化するみたいな。何カッコつけてんの、情報に特化するとか普段使わないから。でどうしよう、できればだから僕もちょこちょこペチュニアなんかね人気があるから更新をしていって、今こうだよ、10日経ったらこうだよ、20日経ったらこうだよ、1ヶ月経ったらこうだよみたいなことを本当にねお見せしてって参考にしてもらって、お花楽しいってなってもらって、みんなが育てられるようになってもらって、はいってやってもらえるのが一番いいのかな、みんながいいやつ、みんながいい風にやっていくみたいな。一石二鳥とか一石三鳥っていうのが好きで、できれば同じことやるんだったら、役に立ちたい、自分も楽しみたいみたいな、まあ、結果自分が楽しんでるっていうんで、まあカッコつけたくはないので、別にみんなのためとか言ってるけど、まあ、自分が楽しんでるっていうことですよね、要するにね、まあ楽しみを共有しましょうみたいなこと。はい、よく喋るよね一般人、どう、喋りすぎた。じゃあどうしようかな、ちょっとお庭の芝桜とかあったり、桜は散っちゃったけど、うん、まあなんかやってみましょうかダラダラとじゃないけどね、ダラダラとじゃないけどね。はい、まずじゃあこちら近くで見てる、すごいね、何これ、今ねスマートフォンで撮影してますけど、これいやーすごい、何これ、嘘みたい、本当に嘘みたい、本当なのか嘘なのか分かんない。これね PW さんのダブルピンクリップルっていうやつなんですけど、ペチュニア7000とかちょっとカッコつけて動画撮ったんですけど、その時に最後から2番目に選んだやつかな。すごくね、何これ、嘘みたいなんだもん。しかもねスーパーアリッサムってすごいから育てた方がいいですよスーパーアリッサム本当に綺麗ね、なんか去年のピークの時より多分今の方が綺麗じゃないかな、どうしちゃったんだろうね。そう、じゃあどこ見ようかな。これねまたどっかでお話しするかもしれないんですけど、鉢植え、角度が悪いな、鉢植えで育てたマーガレットで2週間遅れぐらいで地植えにしたものがこちら、成長の仕方が全然違う。
っていうのもね、これ地植えだから育ったっていうのも当然あるんですけども、このね鉢植えの方が2週間ぐらい早く植えちゃって、冬の間もずーっと花を咲かせてたから株が成長しないで花ばっかり咲かせた、良くも悪くも。一方こちらは植え付けが2週間遅れて寒くなってきちゃったから花は咲かせないで株がどん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 育ってきたから、それでその冬の間にずっと花が咲かなかった分だけ株が育って今すごいことになりそうね。まだつぼみだからね、これからすごいんじゃないかなっていう感じかな。なのでどう？花を咲かせないってことは株を成長させることにすごく有効な手段だなっていうのがわかるかなみたいな。有効な手段だなとかさ、言葉の喋りがカッコつけてんのやだ。はい、どう？こんなん違うの。だから鉢植えと地植えでね、そう、だからどっちが原因なのかはっきりはわからないんですよ。花が咲かなかったから株が育ったのか、地植えだから株が育ったのか。まあどっかであれ、機会があれば実験でもしてみようかな。実験楽しいね。はい、あとねちょっとついでにこれ説明しておこうかな。これがヌーベルバーグですね、パンジービオラの系統ね。それが伸びちゃって伸びちゃってしょうがなかったんでね、もう倒れちゃってこのままじゃもう終わっちゃうから一応切り戻ししました。今日が4月の3日か4日、いい加減1日ぐらいどっちでもいいよね。はい、そんな感じで、もうねこれ一つ一つカットするのが大変だからハサミでバッサーって言っちゃったんですけど、はい、出ると思います。天心木村みたいだけど、あると思います、あると思います。なんかねスーパーリッサム目立つね、このスーパーリッサム越しの、うーわ、いや綺麗だと思われると思うんですけど、僕自身がここまでやったことは初めてなので、僕が一番びっくりはしてるのはしてる。すごく嬉しい。はい。じゃあ、どうしようかな。芝桜でも行ってみましょうか。ね。まず、こう、綺麗なところだけを映す。はい。もうちょっとね、お手入れした方がいいかな。杉菜が出ちゃってるでしょ。で、雪柳はここの畑は水はけが良すぎてうまく咲かない。ちょっと雪柳は若干水はけが悪いぐらいの土の方がいいかもしれない。だから田んぼのあぜ道なのかな。はい、一応ねこんな感じ。あんまりちょっとお見せできるほど今は綺麗じゃないかな。で、この椿がねあまり上手に咲かないんですよね、毎年ね。なんだろうな、花が弱いな、長いな、そんな感じですけどね。いいかな、そろそろ。飽きた飽きた飽きた、だったら喋るな的な。うん、さあどうしよう、もういいや、長くなっちゃった。ということで今日のにゃんこのコーナー行きましょうか。どうぞ。パン、パンって何？にゃんこのコーナー始まるよ。じゃじゃん、にゃんこを呼ぼう、にゃんこを呼ぼう、ガザニア、にゃんこおいで、誰か誰か、おお、来た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 あれ、じいちゃんのところで捕まってるぞ。にゃんこのコーナーこっちだよ、ここここ。何戯れてんの、雨降ってきた、雨。もうさ定番になっちゃったじゃん、ニニランが。これは完全ににゃんこのシステムです。どう雨降ってきちゃったね。ここポーチラカーじゃないの、もうここだよね、まさにポーチラカーが始まります、この辺に。じゃあさ、ポーチラカ畑が出たらそこでご飯食べればいいじゃん、ニニラ。
いいね。はい、じゃあちょっとかわいい感じを出すから、ちょタッチしてもらって、待ってて、ちょ待って、噛まないでね、絶対噛まないで、どう必死すぎる。もうにゃえこのコーナーさ、兄ちゃんばっかりじゃんよ、疲れちゃったんだけど。ちょっと食いしん坊だよね本当にね。ちょっと待ってて、可愛い映像を撮るために、うん、にゃんだね、可愛い映像撮るよ。よし来い、どうだ、可愛い映像が撮れるかなかこれゆらゆら、早い、まだある、まだある、兄ちゃん。よし、チュッパカブラ、チュッパカブラだ。ほら、チュッパカブラって知ってる？雨がどのくらい降ってるか、じゃあ音で分かるようにしよう。みょーんと、ここに来てしまったよ、ここに来てしまったね。やだー、あんまりさ、ニセちゃんはさパパっ子じゃなかったんだけど、すっかりなんかニャンコのコーナーの定番になっちゃって、この子しか来なくなっちゃったすごい近づいてくるんだけど、こうニャンコのコーナー撮る雰囲気出すとすごいね。もう終わりにしよう、食べ過ぎだからさね。ありがとね、ニニ、お散歩しようじゃ、いこう、はい、お散歩、ペロペロしてるよ、ほら、ペロ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 、までペロペロしてんのなんでなんでそんな、はい、じゃあお散歩行こう、おいで、ニニア、お散歩、お散歩、これがニャンコのシステム、ニャンコのシステムはあります、ニャンコのシステムはあります。行こう、ニニラン、もうおしまいだよ、お家に帰ろう。うん、おいで、はいはいはい、こうしてにゃんこは自然へと帰っていきました。おしまい。シロちゃん発見したよ、なんかおまけのシロちゃんもいました。スーパーニャリッサムスーパーニャリッサムとか言わないで、これアリッサム、これニャリッサム、何シロちゃんの食べないの、ニーニ、こうしてニャンコはニャリッサム踏まないで、ニャンコ、ニャンコのおじさん、ニャンコのシステム、ガザニアのシステム、そうして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 、ホンちゃんのシステム、かわいい、何この動画、本当にそれではなんだよこれ、おかしいから、ありのまますぎる、ありのままの動画すぎてカッコつけない、カッコつけない的、え？かっこつけない系 YouTuber YouTuber じゃないし、おじさんだし。